こんにちは。こんにちは。渡辺です。池田です。はい、ということで今日は卒業式に合うヘアアレンジをちょっと紹介していきたいと思います。どんな感じでも合うやつな。はい、もう着物でも、スーツでも、ちょっとこうパーティードレスとかにも合うアレンジになってます。はい、でもう今ベースはもうちょっと巻いちゃってて、でオイルもちょっとしっかりとつけてる状態からちょっとスタートしていくので、巻き髪がねわからない方だったりとかは、こちらちょっと動画をまた見ていただいて参考にしてもらえたらなと思います。はい、それでは動画をどうぞ。まず後ろで斜めに半分に分けていきます。左側の髪の毛を後ろでまとめて、だいたい真ん中の後頭部あたりでゴムで結んでいきます。で、この時にお団子になるように結んでいきます。次に反対側の髪の毛をお団子の真横でゴムで結んでいきます。ゴムを少し下にずらして、この辺りに空洞を開けていきます。お団子をこの空洞の中に入れ込んでいきます。右側の空洞を開けた部分をギュッと締めていきます。2つの髪の毛を分けてくるくるとねじっていきます。ねじった部分を軽く引き出していきます。この時にあまり引き出しすぎないように注意しながらやってください。お団子部分に下から巻きつけていきます。この辺りでピンで留めていきます。このようにピンが見えてても大丈夫なので、しっかりと止まるように止めてください。表面の部分をボリューム出していきます。お団子を持ちながら少しずつ、若干高さが出るぐらいの感じでボリュームを出してください。ピンを隠すようにヘアアクセをつけていきます。遅れ毛をアイロンで巻いていきます。全体的にバランスが整ったら完成です。はい、ということでこんな感じで仕上がりました。ね、もうそろそろ卒業シーズンもね、はい、でやっぱりその、ね、美容師さんにやってもらう方だったりとか、ちょっとでもねなんか見本になればと思って今回は作らせてもらいました。自分でやる方もいるのかな、もしかしたら。結構私もやりました、卒業式やったよ。自分でもできるし、例えば、今日の髪型だったら美容師さんに見せてもらったら全然多分作ってもらえる方法になるかなと思いますので、よかったら皆さん参考にしてみてください。はい、この動画よかったらいいねボタンと、あとチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次回の動画で会いましょう。バイバイ。